回すから。うん、オッケー、行こうか。はい、はい、何枚や？2枚ずつな。あ、いっぱいできる今日は。10回ぐらいにしよう。え、10回ぐらいにしようか。何出るやろ。いけいけい、これが出たらいいよね。欲しい、いいの。うん、まだか。おりゃ、スポーツマン。今度はさ、今度は2人で。2人で。はい、今度はパパの。僕はパパのために。パパのために。パパのために。かっこいいの出たんじゃん。あ、これや。すげえやん。見して。ミニー。やった。これやね。これやね。パパ。これが。これ欲しかったパパ。はい。あとは最後だ。あと最後これが出たのに。おお、トーマス。うん、天気トーマス。え、天気トーマス。何かな。今度この日の。すごいやん、シューティングスターゴード。やったね。うん、パパ、足間欲しい。足間、足間狙って。足間狙うわ。パパ、これとこれが欲しいの。でも全部でも欲しいの。ジーパスが欲しいかな。屋根付き駅やで。はい、オッケー。何が出るかな。島かな。島かな。あ、あ、出てきた。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 ジェームズ。ジェームズや、またジェームズ。かぶったー。だー。かっこー。なんだ、これ、なこれ、スチームワークスやな。トーマスがいい。最後に、アシマがトーマス。来るかな、来るかな、出た。お、すげえ、なんか来い。あー、やっぱりこれ。かーん。はい、こんにちは、おもちゃねるんです。ということで、少しちょっとね、ガチャガチャでトラブルもありましたけども、子供と一緒に今回11回回してきました。さあ、では何が出てきたのか細かく見ていきたいと思います。ではまず今回のシリーズとラインナップ確認しておきましょう。今回は機関車トーマスのカプセルプラレール、機関車トーマス走れ世界の仲間たち編全17種ですね。ラインナップはかなりゴージャスで、今度公開される映画にちなんだ新キャラクターたちが勢ぞろいとなっております。ではまず車両の方から見ていきましょう。一つ目はこれはフライングスコッツマンですね。フライングスコッツマンは前回でもラインナップに入ってましたけど、さあ今回のは何か違うところがあるんでしょうか。じゃあ相変わらずかっこいい顔はしてます。はい、シールを貼る前はこんな感じになってますね。ではシールを貼って完成させましょう。はい、シール完成しました。こんな感じです。やっぱりシールを貼るとかっこよくなりますね。では前回の分と軽く比べてみましょう。
はい、まず表情なんですけども、ここはほぼ同じような感じです。で、違うと思ったところが横から見てもらうと分かるんですが、今回のはこの部分が黒いラインなんですけど、前回は真っ白のラインでしたね。で、記憶不足なんですけど、この部分のシールって前回はなかったんですかね。で、後ろ側は前回の分はここがツルツルなんですけど、今回は文字が入ってますね。で、反対サイドはこんな感じ。上から見てもラインの色が違うんで、どのバージョンかはすぐ分かりますね。はい、まずフライングスコッツマンでした。では続いてはこれ見てみましょう。いや、これはね、本当にめちゃくちゃ欲しかった車両です。ご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、シューティングスターゴードンです。シューティングスターゴードンは2両編成なんで、なかなかボリュームたっぷりの内容となっております。おー、シールを貼る前からかっこいい。そして付属のシールもなかなかゴージャス。かなり大きなシールが1シート入ってます。ではシールを貼る前のボディはこんな感じです。軽く見ておきましょう。淡水車の方はこんな感じになってますね。それではシールを貼っていきたいと思います。はい、シール貼り完了しました。では前の車両から見ていきます。まず表情ですけども、隣を意識してるんですかね、視線が向かって右に寄ってますね。口元もにっこりで可愛らしいです。で、くるりと見ていきましょう。大きなシューティングスターというだけあって、星のマークが入ってある、すごい滑らかなボディラインになってますね。今回のシューティングスターゴードンは本当に速そうな感じがします。そして淡水車こんな感じですね。両サイドには4番という数字がかっこよく入ってますね。完成した2両を連結させると、はい、こんな感じで今回のシューティングスターゴードンの車両完成しました。さすがは2両編成、かなりボリューム感がたっぷりです。いやー、出てくれてよかったシューティングスターゴードン。で、もう一つ出て欲しかった車両も出てくれました。これも新しい車両でね、ビニーですね。ほんとね、どんな感じのキャラクターなのかすごくね、気になっていたんで、すぐに出てくれてかなり嬉しかったです。さあ、それでは見ていきましょう。ビニーも2両編成なのでかなりボリューム感がありますね。シールは大きめですが、シューティングスターゴードンほどではないです。ではシールを貼る前の車両を軽く見ておきますね。くるりとこんな感じです。シールを貼ったらね、さらにかっこよくなりそうですね。後ろの淡水車の部分はこんな感じです。これもね、なかなか面白い形になってますね。ではではシールを貼っていきたいと思います。はい、ビニーのシール貼れました。では前の車両から見ていきましょう。こんな感じですね。顔の部分にはこんな感じで、守るための鉄のバーが2本ついてて、なかなか変わった形してますね。ビニー表情はちょっと見にくいんですけども、笑ってますね。これはで、横から見るとこんな感じで、名前がビニーとここに入っていて、車体の番号は6407ですね。で、後ろ側はこうで、反対サイド、こちらから見てもかっこいいですね。ビニー全体的に見てみると、速さというよりもどちらかというと力強さが感じますね。で、こちらはちょっと変わった形の淡水車になってますね。くるりとこうなっております。
では連結させて、では連結してみましょう。はい、これで迫力満点、ボリュームたっぷりのビニー完成です。いや、なかなか本当にかっこいいですね、ビニー。これもすぐに出てくれてよかった。では次行ってみましょう。さあ、次の車両はね、2両かぶっちゃいました。外から見てすぐ分かるように、これはジェームスですね。では1つ保存用にして、こちら開けていきましょう。今回のジェームスくんはパッと見た感じ、シールを貼る前は普通のジェームスくんに見えると思います。ちょっと見てみますね。はい、こんな感じ。前に連結器がついた、特にゼンマイ車ではないジェームスくんですね。ただ今回付属のシールがゴージャスで、見ていただければ分かるように、ドレスアップジェームス、レース仕様のジェームスくんができるようになってますね。ではどんな感じでかっこよく変身するのか、早速シールを貼っていきたいと思います。はい、シールが貼れました。まずジェームスくんの表情、この表情はね、これまでのシリーズでどこかで出てきた気はしますね。まあでも他のキャラクターも結構この表情をしてるんで、勘違いかな。まあ可愛らしいんでいいですね。でシールを貼ることによって、横から見た感じのジェームスくん、かなりゴージャスなドレスアップがされてます。すごい金のラインで、これまでに見たことないジェームスくんに仕上がってますね。さあ、映画ではどんな感じのジェームスくんで登場するんでしょうか。上から見てもこんな感じ、ここら辺がかっこいい。で今回のジェームスくんはね、残念ながら連結仕様の普通の車両なんですけど、この部分をね変えると多分簡単にゼンマイ車に変えることができると思います。ではせっかくなんでちょっとやってみたいと思います。パッと出てきたジェームスくんのゼンマイ車なんですけど、これいつのですかね。さあ、ではとりあえずバラしてやってみましょう。さあ、素直に交換できるんでしょうか。よし、外してこちらのやつを、よいしょ。さあ、すんなりついてくれるかなと。あ、意外と簡単。あ、でも単純に付け替えるだけはちょっと無理っぽい感じですね。まあ、あのよく改造される方はわかると思うんですけど、ここの部分がゼンマイ車だと切り込みが入ってるんで、同じような形にこちらも加工しないとゼンマイ車化はできないようになってますね。ではとりあえず元の状態に戻しておきましょう。はい、これで元通りです。では次のカプセル行ってみたいと思います。あと残りはストラクチャー関係ですね。まずこれはおなじみの石炭補給所ですね。多分今までのものと形変わりないと思うんですけど、組み立てていってみましょう。パーツもパッと見た感じ同じですね。組み立て方はこんな感じで、4本の足をつけていくだけです。最後をつけると、はい、これで完成しました。石炭補給所です。まあ本当パッと見た感じ、いつもと同じ石炭補給所なんで、レイアウトのレールの上にポンと置いてあげれば楽しめると思います。で続いてはこれ見ていきますか。これはスチームワークス。これね、意外と出てこないんで、ストラクチャーの中でも結構欲しいやつですね。今回は色違いのタイプがあるみたいで、出てきたのはこのカラー、緑色と薄茶色のタイプです。色違いはこの部品の配色が逆だと思います。では早速組み立ててしまいましょう。まず壁を土台に取り付けて、で扉を差しておきましょう。これはね、組み立て手順がいまいちね、簡単なやり方っていうのがちょっと分かっていなくて、この手順が果たして効率が一番いいのかどうかちょっと分からないんですけども、皆様いい手順があったら教えてください。おっと、これ忘れてました。で屋根に煙突パーツ、はい、オッケー。でシールも貼らないとダメですね。うまいこといけるかなと。はい、完璧。であとはレイアウトに合わせてレールをつけると、はい、こんな感じ、スチームワークス完成しましたね。うん、これはいつ見てもいいストラクチャー。
なんかこう結構ねディスプレイする分にはねすごく絵になるんで、僕これ好きなんですよね。フライングスコッツマンもよく似合っております。では続いてのカプセル行ってみましょう。次はこれですね。これは八重月駅で、さあちょっとね見たことないような形なんですけど、どんなのかなと。おー、シール結構ゴージャスです。レース仕様だから表彰台のシールとかあるんですね。好きな方をご使用ください。これ迷いますね。これでパーツの方はなんか組み立てすごく簡単そうです。ちょっと一回シールを貼る前に軽く組んでみますね。こうつけて、あとこれは何ですか。ん、説明書を見てもわからない。この人誰。ここを外してここに刺さるとか。あ、刺さった。ん、こういう使い方、こういう使い方で合ってます。でもそれに対応するシールとかないんで、とりあえず普通に組み立てましょう。ではではシールを貼っていきます。あ、これは結構今回いいですね。このシール液がすごくパワーアップします。屋根もなんかお祭りみたいな感じ。お、なんかこれ今回貼り方面白いですね。シールを貼って上の部分は貼るんですけど、前の部分がこんな感じで折り曲げて、この部分はねシール浮いた状態になります。まあ、ある意味リアリティがあってちょっと楽しいですね。あ、それとこの部分か。これを貼って、駅がもうお祭り仕様なんで椅子はやめてこっちにしましょう。表彰台にしちゃいます。はい。でもう一度組み立てると、よいしょ、ちょっと形を整えて、はい、こんな感じで屋根付き駅の完成ですね。なかなかかっこいい。これまあかっこいいというかちょっと可愛らしいんですけど、結構使えそうですね。ああ、これはナイスストラクチャーです。結構ね駅とか出たらね、ハズレかーって思ってしまうこと多いんですけど、これは楽しいんでありですね。で、あとのカプセルはレール系ですね。一応開けてセット内容を見ておきましょう。よいしょ、中はあ、ブルーだけではないレールセット。これはレールセットの中でも結構嬉しいかもしれないです。今回出てきたのは曲線レールのブルーが2本にグレーが1本で、直線がブルー1本のグレーが2本ですね。ブルーのレールはね結構いっぱいあるんですけど、グレーはね少ないんで、これはねなかなかちょっとコレクション用にレールセットいっぱい出てくれてもかなり嬉しいかもしれません。で、続いてのこれですね。これは2つ同じものが出たんですが、最近おなじみのもうすっかり定番アイテムとなりましたマガレールです。では一つ組み立ててみましょう。マガレールも色違いがあるみたいなんですが、僕が出したのはグレーと赤色のモデルです。はい、完成しました。こんな感じのマガレールです。もう一つのカラーの方はまだ出てないんでわからないんですけども、今回のはグレーと赤色で、つなぐところが両サイドグレーのタイプですね。さっき出たこのレールセットのグレー、これと全く同じ色なんで、これと全く同じ色なんで、グレーだけのパーツを集めてつなげると楽しいレイアウトが作れると思います。はい、ということで今回は機関車トーマスのカプセルプラレール、機関車トーマス走れ世界の仲間たち編をうちの子供と11回ほど回してきて出揃ったのがこれですね。11回しか回してないんですけど、今回なかなかいいのが出てくれたんでかなり良かったです。本当は新しいキャラクターのアシマとか、あとレーシング仕様のエミリー、そしてね今回特別にペンキをかぶったトーマスっていうのがあるんですけど、そのあたりもガチャで出てほしかったですね。あとビクターも忘れてはダメです。まあただですね、この動画を撮ってる最中にこちらですね、はい、ネット通販で買ったコンプリートセットが家に届いたので、次のカプセルプラレールの動画はこいつをすべて開けて見ていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録、コメント、評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今回はこの辺りで、さよなら、バイバイ。